遺伝学は生物の遺伝現象を研究する生物学の一分野である。遺伝とは世代を超えて形質が伝わっていくことであるが、遺伝子が生物の設計図的役割を果たすものであることが判明し、現在では生物学のあらゆる分野に深く関わるものとなっている。遺伝現象は元来は世代を超えて生物の形質が伝えられることを指す。 これは生物に見られる重要な特徴であり、例えば分類学や系統学もこれを基礎とするものである。この現象を扱う生物学の分野が遺伝学である。ただし、生物学の分野で実験が取り入れられたという点ではこれは古いものである。これは品種改良などの形で現実世界でこれに近いことが行われてきたからでもあるだろう。その意味では、 この分野はその初期から実用的側面が強く、それは育種学へと引き継がれる。メンデルの得た法則はこの分野の進歩の基礎となったが、遺伝学の実質的な進歩はその法則の再発見からである。これによって遺伝子という概念が確立し、具体的に追求すべき対象が明らかにされた。しかも、それがその後すぐに染色体を介して細胞核に結びつけられることで、 遺伝現象は単に世代を超えて何かを伝える仕組みではなく、生命の日常的活動をその基礎で支えるものと判明したことで、生物学の中心的な位置に出てくることになった。ワトソンとクリックラによる DNA の二重裏線構造の発見後は、DNA 上にある遺伝子の物質的な側面からの研究が発展し、分子生物学と呼ばれる研究分野が開拓された。 遺伝子の機能の解析は生物学のほとんどの分野と関係がある。特にグリフィスが発見した形質転換は生物の遺伝子を人為的に操作する方法へと道を開き遺伝子工学へと発展した。一方、個体群における遺伝子頻度の変化を特に自然選択の視点から実験、観察及び数学的手法に基づいて研究する分野は 集団遺伝学と呼ばれる。さらに遺伝基盤のもとに成立する生物進化について実験的、理論的研究が今後期待される。このように遺伝学は遺伝子という生物の基本的な要素につながっているため、現在ではあらゆる分野に結びついている。遺伝現象は古くから知られていたが、その理論付けは困難であった。 古くはヒポクラテスがこれについて言及し、生物体の各部分が何らかの物質を作り、これが子孫に伝わってこう、親の形に似せるという遺伝物質を想定したような表現をしている。アリストテレスはこの点についてははっきりとした表現をしていない。彼は優勢を現象的には知っていたが、説明を持ち合わせなかった。彼は多くの生物が 一種間の雑種として生まれたと考えていた。他方、農業部門では、私有一種の植物を通じて、人工事故の手法が古くから成立し、17世紀頃には、これが後輩に当たるとの認識が成り立った。植物で交雑実験を行ったのは、ドイツのヨーゼフ・ケール・ロイターとされる。彼は18世紀半ばに、様々な後輩実験を行い、雑種は、 中間の形質を示すこと、ただし片方に似ることもあること、両者の縁が遠い場合には、不念の雑種ができること、また時に、両者より強い雑種を生じることなどを認めた。それ以降19世紀まで、これに追随する交配実験が行われた。1830年には、オランダの科学アカデミーが考察によって、新編集を作る研究の検証論文を出している。 このような中で遺伝する形質は交雑と共に混じり合っていくと考えられていた。これは雑種がその両親の中間的な性質を示すことが多いことに基づく。しかし、例えばトーマスナイトは純系の株同士の後輩では片親の形質だけが子に現れることを報告している。ちなみに彼が行った遠藤の実験が後のメンデルの実験の基礎となっている。 他に、1824年にジョン・ゴスはやはりエンドーについて、1代目で見られなかった形質が2代目に出現することも見ている。カール・ゲルトナーは蒸気検証論文に応募して、賞を得た。彼は想定された遺伝物質をエレメントと名付け、これはメンデルも採用したところである。チャールズ・ダーウィンも交配実験に取り組み、1代目が片親の形質を示すこと、2代目には、 両方の形質が現れることなどを見ている。ただし2代目の分離比が一定になるというような観点を持たず、やはり体で作られる物質が、この体の各部に配分されるというような説にまとまっている。メンデルは、エンドウ豆の形態に注目して1856年から交配実験を行い、その結果を分析し、それが3つの法則にまとめられると考えた。 彼は1865年にブルの自然研究会で口頭を発表し、翌年には開始に論文を発表した。彼によると、携帯の遺伝は一体の遺伝粒子を仮定することで説明できる。それは親の体内では変化をこむることなく子に受け継がれる。また、各個体は両親からこれを一個ずつ受け取り、子をなす際には自分の作る配偶子に、 これを1個ずつ分配する。詳しくはメンデルの法則を参照。彼の発表及び論文がある程度の範囲の専門家の耳に入っていたのは間違いないが大きな評価を得ることはできず、1900年に再発見されるまで反響はなかった。他方でそれまでと同様に様々な交配実験が行われ、時にはその報告にメンデルの論文が引用された例もある。 むしろ、この間に、細胞や染色体に関する知見が、正確化した点が大きいかもしれない。例えば植物において、花粉と卵子が受精することが判明し、また減数分裂の存在が予想されるようになっている。この時期、蒸気の流れとは別に、生物の多様性に注目した研究として、フランシス・ゴルトンによる生物統計学も創始されている。 これは現代では非科学的な優生学を含んだものであったが、継承されるものとしての遺伝の性質を説明したメンデルの研究では捉えきれなかった集団内の連続的な多様性を説明する遺伝の性質を捉えたものであった。これらの研究は対象の過程を研究する中で統計学の発展と生物現象への統計解析の導入を促し、 集団遺伝学が誕生する土壌となったと言える。1900年に3人の研究者が、それぞれ独自にメンデルの法則を再発見した。ちなみに、同年、ウィリアム・ベートソンはたまたまメンデルの論文を入手して、その重要性に驚いて、広く解いて回った。とりわけ、ベートソンとカール・キアソンの間では、激しい論争が繰り広げられた。 このようにして遺伝子の論が広く知られると、1902年には、ウォルター・エース・サットンが、染色体の観察から遺伝の染色体説を提唱した。染色体上に遺伝子があるとすると、独立の法則が危うくなるが、これを埋めたのが連鎖と組み換えの発見である。モーガンらは、症状媒を材料として、3点交雑による遺伝地作成と、打線染色体の観察による、 細胞学的地図の作成から遺伝子が染色体上にあることを証明した。また、この時代と並行して集団遺伝学の成立、ハーマン・ジェイ・マラーの X 線による症状場への人工突然変異の誘発、テロメアの発見、自然選択説と遺伝学の統合を図るネオダーウィニズムの誕生、バーバラ・マクリーントックによるトウモロコシにおける、 トランスポゾンの発見も起こっている。分子生物学の黎明期 DNA の立体構造決定これ以降、セントラルドグマの時代までの研究は大きく二つの流れがある。一つは遺伝子の物質的な基礎の研究であり、もう一つは遺伝子の形質発現の仕組みの解明である。遺伝子の本体の追求染色体は DNA や、 タンパク質から構成されており、当時遺伝子の正体はタンパク質であると考えられていた。しかしまず、1944年の肺炎層球菌の形質転換の研究や、1952年のハーシーラの実験により DNA が遺伝子の本体であることが明らかにされた。その立体構造については、1953年にワトソンと クリックが二重螺旋構造を提唱し、認められた。形質発現の過程フェニルケトン尿症などの研究から遺伝子の発現が酵素の合成に関わるものであるとの予測はあった。ビードルとタータムは赤パンカビを用いて栄養要求株の研究を行い、遺伝子は特定の酵素の合成に預かるもので、形質は酵素の働きの結果であるとする一遺伝子一。 構想説を1941年に発表した。遺伝子発現ゲノムへ DNA の立体構造決定以後、DNA が細胞にどのように作用するかという点が研究されていった。メッセンジャー RNA、トレナ、コドンの発見、機能解明から遺伝子発現の基礎的な仕組みが現在では分かっている。技術的な発展としては1977年に 発表されたサンガー法が改良された DNA シークエンシングや80年代に発展した PCR 法が標準的な手法となっている。そして2003年には人ゲノムが解読完了しており、今後はゲノムレベル、細胞レベルでの遺伝子の役割や多様性が注目されていくだろう。発生学は、河津の子がカエルになるのはなぜかを解き明かすという点で、 遺伝学と裏表の関係にある。ただし対象が組織であったために、その発達は早かった。実験発生学は、肺発生の仕組みとして誘導を発見したが、その原因要素の解明の段階で、深い混迷に沈んだ。これに手がつくようになったのは1990年代以降で、肺発生の段階で、部位特異的に発現する遺伝子や、それによって合成される、 タンパク質群の機能を研究するような方法で進み始めた。そこでは遺伝子工学の方法が積極的に活用され、発生遺伝学と言われる分野を形成している。ありがとうございます。